こんにちは、セーザーチャンネル、レンとマルカとアキとカズです。フランスの風は吹いてるかい？ウィーウィーってカズさんバッチリですね。ウィーセトリアン何言ってるか。いいね、楽しいね。こうちょっと毎回今日はフランスな気分で行きましょう。毎回いろんな国の気分でね。そうですよ、ほら今コロナだからどこにも行けないので、挨拶ぐらいはいろんな世界を回ろうよ、うん、そうですね、うん、ちょっと面白いんで、じゃあ2人に、はい、このミャンマーの人から見たフランスのイメージとか聞いちゃいましょうか。あ、そうだね。イフェタバエッフェルタワー。それしかわからない。リンは？フランスのイメージが綺麗、あの旅行したい。あとは大体ミャンマー人のお金持ちはあの旅行したりしてる。あの新婚旅行とか。素敵だね。フランスに新婚旅行。私もいつか行きます。いつか行きます。フランスパンとか出てこなかったね。食べ物はあんまり、ワインもそうじゃない。そうですね。ワインですね。あとほらみんなが大好きなシャンパン。そう、シャンパーニュ。フランスの地域だね。シャンパーニュ地方っていうところで。あれ、お坊さんの、うん、ニュース。お坊さんのニュース？今はお坊さんですけど、前はこのお坊さんが警察に捕まれて、このあの刑務所にいました。この人を、うん、あのわざわざ問題になるように刑務所から出てて、あのお坊さんになってもらってて、仏教とイスラム教をわざわざなんだろう問題になるように使ったね。昔はみんなはあの分からなくて、この時って2019年。ぐらいかな。この2019年って大体ミャンマー人は Facebook とかを始めたばかりぐらいだから、みんながあの本当かなと言ってて、みんな問題にね、あの仏教もイスラム教の人に怖いし、イスラム教も仏教の人に怖いし、そういう問題が起こった。だけどなんかだん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 時間が経ってて、みんなも分かってきましたし、それで今の時期だとこのお坊さんが言ってても、あそこのお坊さんはお坊さんの仕事をしてない、汚い言葉ばかり言う。例えばスーチーさんにあの汚いバカばかり言ったりとか、スーチーさん、まあ、いろいろちょっと 話せないんですけど、本当に汚いあの言葉ばかりで、今はあの2019年の5月の24日かな、このスリーのスリーパゴダの前でアンサンスチさんはダメという、あとはミャンマー人みんなたちはこの地元を売れてこの憲法を変えたい。この軍人政権が決まった憲法は、例えば昔の例えば大統領が悪いことをしたりとか、それをまた訴えることはできない。なのでそういうものがたくさん書いてる憲法だから、ミャンマー人の学生とかミャンマー人の国民たちはこれをやめなさい、これを消してくださいというみんながあの言ってる。それをこのお坊さんがこの憲法がないとダメですよミャンマーはという人を集める会みたいなのを2019年 の5月にあのスーリーのボゴダの前にやりました。その時にいろいろなちょっと悪い言葉悪口あのたくさん、あのお坊さんなのに言えない、お坊さんってきれいに人と人はあのなんだっけ幸せになるように大体言うよね。このお坊さんがそうじゃなくて悪口ばかり言ってるので、他の人はこのお坊さんはお坊さんじゃないで答えた。なんか悪いことして捕まった人がいて、そうで、その人がお坊さんになって、はい、お坊さんのイメージを下げる、はい、そうです。でアンサンスーチーを下げる、はい、という活動をしてたってことだよね。その人が自分でやり始めたのか、裏に誰かいるのかわかんないけどって話かな。そうです、そうです。これ何人かで警察に行ったんですよね、出頭した。はい、グループで、はい、あとはこのお坊さんを私たちは先生ですとか、このお坊さんが新しいとか、そういう人たちも全部集めていったり、あとミャンマー人もみんな知ってる。だから仏教の人も怒ってるし、仏教のイメージが悪い、そういう風にと悪くなっちゃうから、
このお坊さんからやめてくださいとかという人もたくさんいますね。なるほどね。じゃあミャンマー そのいろんなところをかき乱してるというかぐちゃぐちゃにしてる人なんだね。そうです。今ね、今産業あるからもう出てきて、なんかちょっといろいろ意味あるね。産業もあるからちょっと産業のためみたいにいろんなことしそうだよね。いろいろ、はい、はい、2003年にイスラム教徒に対して良くないことをしたっていうので捕まってた人だよね。25年の刑だったんだけど、2012年に釈放された後も変わらなかったっていう人と一緒かな。あと次の日にマンダレイに自分の宗教を守る政府だけ、政府だけになんか投票 しましょうというグループが出てて、今わざわざ1年ぐらい逃げてたのに今選挙の近くになんか戻ってきましたのはちょっと怪しい。あとはこの次の日にまたこの問題みたいな問題になるようにみたいなグループも出てきたし、あと捕まれる前の日にビデオを撮りましたって、このビデオを載せて次の日に自分でなんか警察官に来ましたみたいです。なるほど。名前は何て言うの？ウィラトゥ。ウィラトゥ。ウィラトゥ、はい、ウィラトゥ。なかなかあれだね、長い間ミャンマーをぐちゃぐちゃにしてる人だね。そうです。今噂でね、今そのお坊さん捕まれたから、捕まれちゃダメ、お坊さんは捕まっちゃうとダメだよ言って、そのあとの人はね、その人のグループは前プロジェクト、その人と同じグループは同じだよ、みんな噂で言ってる。あ、前集合もボーダーのことで、韓国からもボーダーのグループにダメだよ言うの、まあ、その時のグループあるでしょ、あのグループは今もお坊さんに捕まれたから、それはダメだよ、お坊さんにやっちゃダメだよ言ってるの。あれみたいにグループは同じだよ、みんな言ってる。ああ、そういうことね。ダメというこの意見を言うためになんか立ってて、ダメダメとか言うために1日いくらとかもらえて借りてるみたいです。ああ、あれだね、プロ市民ですね。いますね、日本にもいますね。このお坊さんはね、トアウサスジーを大嫌いみたい。でもイスラムも嫌いなんでしょ。はい。で、仏教も多分嫌いだね。でも仏教のため言うと、そういうふうに言わない方は、やらない方はいいね。お坊さんだとイメージが悪い。やっちゃダメよ、イメージ悪くなる。だから全部嫌いなんだよね、多分ね。イスラムも嫌だし、スーチーさんも嫌だし、仏教も嫌だし、もう全部嫌なんだよね、多分ね。お金あげる人だけ好きかもしれない。あ、そうだね、多分。まあ彼が、彼じゃなくて、このお坊さんがこういうふうにできるって、裏に大きい、まあ、人がいるらしいですよね。じゃないと難しい、ね。そう、じゃないとできないもんね。1年間ぐらい逃げてたし、いろいろそういうふうにたくさん、まあ、ミャンマーの本当に偉いお坊さんたちはそういうふうに言わないでほしい、それはダメとか何回も言うよ。あとはイスラム教の人たちも仏教の人たちもそれはいいことじゃないだから、このお坊さんのことはあんまりなんか聞かなくてもいいとか、本当に偉いお坊さんたちはね、そういうふうに言ってる。そうだね、はい。こういうデジタルリテラシーというか、その今 Facebook でみんな噂してね、いろんなことを考えるけど、はい、いろんな見方というか、いろんなね、視点というか、ちゃんと考え方を持っとかないとすぐに騙されちゃいそうだね。そうです。今日私下の道でなんか置いた時に、おじいさんおばあちゃんたちは、あー、なんかお坊さんをそういうやっちゃダメよ、なんかスーチーさんの政府が悪いなとか、みんながなんか言ってるので、まああんまり考えられない人たちはそれを、まあ、分からないね。なんか原因とかをあんまり考えられない人たちは、まあ、自分のお坊さんだから尊敬してる、だから、そうだね、あ、お坊さんそういうやっちゃダメよとか、スチさん悪いよとか下で言ってるとか聞きました。そのあれだね、みんながリスペクトしてる仏教を使ってなんかこういろんなことをね、はい、言うのってよくないね。ちょっとずるいよね。そうですね。本日も動画を見てくれてありがとうございます。面白かったら高評価を、もっと聞きたいなって思ったらチャンネル登録をお願いします。それではリンとハルカとアキとカズでした。タタ